東急8500系が引退しました。東急電鉄は、今日25日、8500系として最後に残っていた8637編成を、音大廃車改装しました。これにより、東急電鉄における8500系は、全編成が運用を離脱したこととなります。東急8500系は、1975年に、当時の営団地下鉄半蔵門線への乗り入れ車両として登場しました。1991年までに東急電鉄最多を誇る400両が製造され、田園都市線の主力車両として活躍してきました。しかし、後継車両となる5000系や2020系の導入により、2003年より置き換えが始まりました。トップナンバー8601編成を皮切りに廃車が進み、2022年度最初の時点では、10両編成2本が残るのみとなっていました。そして、2023年1月で定期運行を終了することが決まり、2022年4月からは、ありがとう8号プロジェクトとして、8631編成、8637編成の両先頭車にヘッドマークが掲げられました。その後、2022年5月に、最後の赤帯車8631編成が運用を離脱したことにより、8637編成が残るのみになっていました。東急8500系として最後に残っていた8637編成は他の編成とは異なり青い帯を巻いています。広告貸切列車ケーブルテレビ号としてデビュー翌年の1987年に車両前面や車両側面に青帯が巻かれました。そして今日25日8500系8637編成は、廃車のため、長津田車両工場へと臨時改装されました。最後の営業運転は、今月23日の、押上駅19時6分発長津田行きの運用でした。これにより、100年間の東急電鉄の歴史のうち、約48年間支えてきた8500系電車は、全廃となります。また、東急電鉄の営業車から、直流電動車、菱形パンタグラフ、蛍光灯照明、外事直波制御を搭載した車両が消滅したこととなります。そして、東急電鉄は、VVVF 化 100% を達成しました。東急電鉄は、48年間、ご愛顧いただき、誠にありがとうございましたとコメントしています。これで、1月25日の KAB ニュースを終わります。